ゴスワイキです。今回はね、アルカディアアルカルアでやっていきたいと思うんですけど、一体はね、やっぱ毒にしないといけないんで、心これが一番いいね。こいつが一番いい。こいつか、こいつかムーかな。なんやけど、まあダメージオールなんじゃないですか、ね、そう考えたらやっぱこいつが一番安定するかな。完成ですね。で、ブーストもかけれるんで、いろんな意味でいいかな。どうしよう。もう倒すか。どうしよう。あ、でもこれ毒に、毒にできんかった。最悪。これも、電撃で倒したの。奇跡だ。毒にしてこそね、やっぱり、本領発揮してくれるんで、なるべく早く毒にはしたい。ということで、速攻当たり。これ電撃弾も発揮しなくていいですか。これも、やる気はないね。弱点つかな、やっぱりきついな。あんま暴れたらさ、変な声聞いちゃう。あぶね。火柱だけは食らうわけにいかん。で、3体も上げてって、弱点に当たったらね、すごい強いね。倍率がやっぱ。よし、これも、パッと、ここを当てて、毒キラーにしてからね、毒キラー状態、毒状態。毒状態にして、友情当てていく。うぅ、すげえ。毒状態ってやっぱ、形が一緒。ほいほい。ああ、弱点そっちか。そっちやね、あんまり。まあいいか。で、回復しながら。厳しい位置に行ったね。最初にどうしても、行動に当たる必要があるんで、しっかり当たって、毒に来たらね、今みたいな殴りもね、非常に強くなるんで、あと適当にやれたら多分倒せる。毒にした状態で殴っても結構強い。おお、強い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 。強い。普通に属性ね、超えてくるんだ。毒に来たら。ああ、はい。それでボスね。小五郎に当たって、すげえ。タコ処理すげえ早いんだけど。できれば3体当たって、あ、そうです。それで、重量だけだし、投げてもね、弱点以外は効かないんで、あんまり意味ない。この面はちょっと、厳しい。できれば、こう、突きぶっとかけるように揃えときたいよ、3体。ゲームで俺に勝てるつもりか。ある程度。当たれる配置には、厳しいか。あ、でも、アルカリアで押されるんで、多分。これでいけそうや。はいはいはい。それで、次、毒状態にして、いけば、多分。そうですよ。
うわ、毒にできねえ、あそこにおられたら。次が。次はね、SS 使おうかな。ちょっと、毒にできない。よし、当たった。ナイス。これで、飛車からえぐったらわかる。結構与えるよね。そうでもないか。弱点通らない、やっぱきついな。で、適当に、もう適当に打って打つだけで、適当に打つだけで多分、ある程度は倒せる。あ、これいいとこ行ったね。完璧。いたたたた。いや、すごい。もう、セキュリーもね、セキュリー。普通に残った。ちょっと残った。ちょっと残ったけど。死神はここにも存在してる。結構、楽しいね。強すぎる。